はい、どうもこんにちは、なっちでございます。来ました、キフェスが来ました。いや、これは奇跡のカーニバルですからね。いつの間にか今回来ましたね。前は、あ、今週キフェスかなとか考えたんですけど、最近は特に考えてなかったんですが、来ました。はい、で今回の目玉がなぜかバステトということで、あれか、転生したからかな。あとデュエルもね、ラインナップに入ってます。ラインナップというか目玉に、そろそろ進化来るってことですかね。よし、引いていきましょう。でボックスの関係上、たくさん引くことはやっぱできない、引くってか取っとくことできないんで、まあ女の子だけ確保していこうかなと思います。で男性キャラ諸君、すまん、ちょっと余裕ないんだ今。劉備とかね、ビシュのね、取ってあるんだけど進化させてないからね、その辺もちょっと年末にかけて進化させてやっていきたいね。はい、行きましょう。まあ20回ぐらい行きますか、100個になるまでぐらいで行きます。記念すべき1回目は丸かぶくんでした。まあ欲しいものといったらですね、もちろんアルテミス欲しいんですけど、キバル、キバル対象じゃないんだけど、キバルがね、あと1体欲しい。あと1体出たらまた1列増えます。なんで君が出るんだよもうよりによってお前らかって感じだね。キバルとかって今逆に狙いにくいよね。狙いにくいっていうか、もうちょっとなんかこうゲットして得が欲しい。バルキリーたちはね、エロンドラゴンとファフニールは対象じゃありません。これ意外とね、間違える方多いですけど、三成くんですね。三成くんもまあいらないです。まあ今はいいかな。彼はスキルが強いんですけどね、なんか戦国も最近あんまりパーティーで見ないなって感じですね。あれはなんか本当に明智真田が強いみたいなさ、まあ、毛利と三成はどっちかっていうとスキルが強いみたいな感じのね、性能な気がするんですけど、どうでしょうか。まあまあまあ、キフェス引いたらまずこいつは見るよね。ファクトはね、ファクトある、なんかファクトの方が見る気がするな。アルナイルあんまり見ない気がするんだよね。クシナダ、オッケーオッケー。クシナダか、まあ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 、クシナダは分岐とかしてないんでちょっとバリエーションは少ないんですけどね。いや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 、さっき見たよルイージ、さっき見たよ。次はマリオですか。もう走っといて走っといてよ、おじさんたちは。なんかマリオランってアプリ出たんでしょ。ねえ、それか究極しようよ。運営さんもそろそろね、諸葛亮とかさ、関羽とかさ、まさかのここで山竹持ってなかったな。そういや進化後ね、一応取っとこうか。思わぬ収穫、嬉しいね。うん、なかなか珍しいよね。ミカエルか、なんか来ないかな。こうメイメイとかさ、バステトとか、あとね、ビシュヌとかさ、まあなんかこう、ビシュヌじゃなくて、トールじゃなくて、フレイヤとかさ、なんか個人的にこうよっしゃってくる貴族性のね、いるんすよ。それが来てほしいです。スサノオとかもね、あの辺さ、万人とかミスリ、とか使うからさ、ちょっと進化めんどくさいんだよね。ありえんやろ。ちょ
ちょっと待ってね、僕やばいことに気づいたわ。何とは言わないわ。ちょっとこれコメント欄で気づいた方でいいんですけど、コメント欄でっていうか、まあ多分コメントで分かる人は書いちゃうと思うんだけど、僕はちょっと今ウルキマイラと同時にあかんことに気づきましたね。何とは言わないんだけど、あそこで被るかっていう。はい、これライラ出て終わろっか。じゃあね、最後はライラでお願いします。リーザ、シャロン、なんで。はい、ということでアルゲディがなぜか2体も出ましたということですね。まあ最初はこんなもんにしておきますか。ちょ、まだ時間に余裕あったらアルテミス出るまでとかもやってみたいと思います。とりあえずこんな感じでしたが、まあまあキフェスって感じだよな。ああ、これがキフェスです。まあ貴族生をこれから使っていきたいって方には特におすすめなんですけども、貴族生のキャラたくさん持ってる方にはやっぱりね、そう、貴族生のキャラを増やしていくっていうフェスになっちゃうんで、まあこうなんかよく分かんない結果になることもありますよね。はい、ということで、以上ナッチでございました。な、銀玉のやつはレベル高いんだね。レベル14だねこいつね。はい、また次回お会いしましょう。バイバイ。